デジタル業界のいろんな話題を毎日3分で切り捨てるデジタル忍者、今回から佐藤でございます。佐藤でございます。ということで、レディオジャミンがなんと5年半ぶりに放ちます新しい企画5年半前で何をやってたんだってレディオジャミンやってたんですけども、デジタル忍者という企画でございます。これはですね、インターネット上そしてコンピューター業界上にいろいろと漂うニュースそして情報などをですね、私が適当に細かく切って皆さんの前にお出しするというそういう企画でございますね。まあですから、まあ、なんて言うんでしょうね、いろんなニュースサイトとか見て私がなんかいろんな感想を持ったそれを喋ると、そういう企画でございます。で、基本的にはですね、ウェブの話題ですとかそういうような、ね、ものを、していくつもりでございますので、まあ、興味がない方は大変興味がないと思いますけども、まあ、ぜひぜひ、ついていけということでございますね。で、今日はですね、Google が YouTube を買ったというお話を、まあ、ちょっとね、やっぱり触れとかないといけないけどございますよ。で、まあ、YouTube っていうのはもともとソーシャルネットワークサービス、まあ、日本でいうところの Mixi に当たるサイトでございまして、その Mixi みたいなサイトの中で映像共有というね、機能があって、そこがまあ やたらともう着目をされまして、いつの間にかもうテレビ番組サイトみたいになっちゃったんですけども、 YouTube でそこをまあ Google が買ったということで、まあ今後のですね、 YouTube がまずあの社名がね変わらないとか、あとサイトのサービス名が YouTube のこのまま行くぜということをですね、発表されて、もう一番最初ね、あの Google Tube とかなるんじゃないかとか思ってたんですけども、そうならなかったというだけで良かったなという。ちなみに Tube っていうのは英語であのテレビっていう意味ですね。それはどうでもいいんですけども、その、まあ、Google が YouTube を買ったということで、これがまあ高い買い物だったのか、安い買い物だったのかっていうことがですね、もうどうしてももう、もう今になって言われてますけども、例えば、まあ、あの訴訟の可能性とかですね、そういうものも、抱え込んでしまったんじゃないか。まあ、日本のね、とあるいろんな業界団体が一斉に3万件もの消せというふうに言ったっていうところから見てもわかる通りに、まあ、いつね、訴えられてもおかしくないという、そういうサイトになっちゃってるわけでございますけども、今後はですね、それじゃあ、この映像配信というものが、表立ってメインストリームに上がってくる時点が来るのかどうかということをですね、特に日本というところを基準において考えてみると、これはなかなか難しいところがやっぱあるわけでございますよ。フラッシュビデオ FLV を、ね、使った、サイト、まあ、よく PIP なんて言いますけどもね、パーソンインプレゼンテーションという、名前でございまして、詳しくはウェブデザイニングあたりを見てほしいんですが、人がね出てきていろんな障害をしてくれる映像でね、やつとかありますけども、やっぱみんな基本的にあれうざいと思うよねだからやっぱりね、動画っていうものが定着するまでね、やっぱりね、日本っていう国はね、まだまだかかるというか、もしかしたら無理かもとか思ったりなんかするわけでございますよ。ですから YouTube がこれから日本でどういう扱いを受けるのか、これちょっとね注目どころですね。はい、また明日。